皆さんいつもありがとうございます。新倉正幸です。よろしくお願いいたします。今回の話題はですね。度重なる馬鹿げた基礎の結果、トランプ宣風でバイデン終了などの話題ですので、よろしくお願いいたします。まずですね。まあ今ですね。まあ、素晴らしいトランプをですね。応援する人たちのまあ、夏をですね。 表す素敵な動画がですね。まあ、流れています。このようにですね。トランプ大統領を応援する人たちは世界中にいます。さらにですね。まあ、ハンガリーのですね。まあ、オルバン首相もトランプ大統領のですね。外交はここ数十年で過去最高のものだったと語っています。 さらにですね、まあ今やるべきこと、まあ NATO のですね、まあ責任者、えー、などになったら、まあ次のですね、まあ行動はどうするという質問にですね、まあオルバン首相はトランプ大統領を呼び戻すことだと答えています。えー、この動画のですね、まあ翻訳翻訳付きの動画は、えー、載せていますので、まだ見ていない方はですね、まあ見ていただきたいのですが。 今ですね世界に必要とされているのはバイデンではなくですねトランプ大統領ですえー、そしてですねまあ、テレビなどではまあ、トランプ大統領はですね悪者扱いですほとんどのメディアがトランプ大統領をですね悪者扱いしています トランプ大統領がですね、まあ、したこと行ったことを知らない人たちをですねだ、まあ、騙すことはできますがバイデンになってですね世界はおかしししくなってままいました。そのためトランプ大統領のですねやってきたことを知らない人をですね騙すにも非常にですね無理があります。 トランプがですね、やってきたことがあまりにもですね、正しく結果を残したため、もはやですね、多くのメディアが嘘をついている、えー、人々をですね、おかしな方向に導く、そんなですね、報道になっています。そんなですね、まあ、見方ができる報道になっています。 トランプを落とし入れ、人気を落とし、日本でもですよ、バイデンを勝たせようとする、そんな状態になっています。しかもですね、何回も馬鹿げた基礎をですね、まあ、重ねて、テレビでもですね、悪者扱いしていますが、 でしかしですね、まあ、トランプ大統領がやってきたですねえ素晴らしい世界に恩恵があった政治をですね嘘でで変えることはできません。そしてですね、まあ、トランプ大統領がやってきたことはですね、まあ、世界に恩恵があることばかりでした。 トランプのですね、エネルギー政策は原油先物価格がですね、マイナス価格になるほど世界のですね、物価安に貢献していましたさらにですね、ま、世界の首脳と対話ができたため戦争もですね、ありませんでしたトランプがですね、始めた戦争などありませんでしたし今起こっている戦争もですね ありませんでしたトランプ大統領なら今起こっている戦争もなかったそう,いえそうですね、まあ、簡単に言えてしまいます他にもですね、まあ、たくさんトランプ大統領の素晴らしい恩恵はですね、まあ、たくさんありますが、まあ、いつものようにですね言っていますので言いませんがバイデンになってですね えー、それらの素晴らしい世界はですね壊されてしまいました、まあ、こちらはですね現在進行形で進んでいますので皆さん分かっていただけると思いますので、まあ、こちらもですね言いません、えー、さらにですねおかしな、まあ、基礎がですね、まあ、立て続けに続いているのですが政治のですね敵を司法を歪めてですね迫害する。 魔女狩りのようなです、ね、行為をです、ね、行っている反トランプの馬鹿げた検事たちはですね非難されるべきだと私は思います。 えー、そして、ですね、まあ、あまりにも馬鹿げたことが続いているのですが起訴、まあ、もそうですしさらにですね、まあ、裁判の様子を、えー、中継したりですね、まあ、中継すると言われていたり、えー、選挙のですね山,間山場のですね、まあ、シュスーパーチューズデでーのです、ね、前日に初公判をですね設定したりただ単にですね トランプ大統領を落とし入れたい、そんなですね、思惑が簡単にですね、透けて見える、えー、馬鹿げたですね、事態になっています。大変ですね、まあ、馬鹿げた、えー、検事たちのですね、まあ、行動だと思いますが、あまりにもですね、馬鹿げているため、誰がどう見てもですね、ただ単に、 えー、選挙で勝ちたいトランプを陥れたいそんなことがですね分かってしまうのでトランプ大統領のですね人気はうなぎ登りでですす高いままです馬鹿げたですね検事たちの策略はバイデンたちのですね策略は失敗に終わっています。 そして、ですね、まあ、バイデンたちの策略のですね失敗はこちらのですね、まあ、調査で見て取れると思います。こちらはですね、まあ、8月30日から9月5日にですね調査された最新のものです。トランプはバイデンをですね抜き去ったままです。さらにですね大きく離しています。 トランプ大統領はどんなにですね、どんなに馬鹿げた起訴やですね、報道されてもトランプ大統領の人気は高いままですさらにですね、まあ、共和党での支持率は圧倒的ですのでいつも言っていますので、まあ、今回は言いませんがトランプ大統領の支持率は圧倒的です。 これはですねまあいかにトランプ大統領がやってきたことが正しくそしてですね今の世の中にトランプ大統領がですね必要とされているかの表れですこの支持率はですねトランプ大統領がアメリカだけではなく世界に求められているそんなですねまあ、結果になっています。 あまりにも馬鹿げたことをですね、ま基、あ、礎などを続けてきたバイデンたちは、自分のですね、首を自分で絞めている状態になっています。この私立の結果はですね、まあ、バイデン終了の押し出せと言っていいでしょう。彼らはですね、あまりにも馬鹿げているため人気がないのです。 えー、そしてですね、まあ、トランプ大統領はアメリカだけではなく世界中からですね応援されていますそのトランプ大統領は今後もですね前に出て前に出て前面に出てですね戦っていきます中間選挙で前面に出てですね共和党を、えー、勝たせました共和党に勝利を呼び込んだのはトランプ大統領です そのですね、まあ、トランプ大統領を今後もですね、皆さんと一緒に応援していきますので、よろしくお願いします。いつもですね、コメント、高評価、チャンネル登録もありがとうございます。えー、そしてですね、まあ9月10日オフ会のですね、お知らせをサブチャンネルで、えー、やっていますので、興味がある方はですね、まあ、ぜひ見ていただけたらと思います。 動画をですね最後まで見ていただいてありがとうございましたトランプで決まりです